皆様こんばんは、まいまいです。今回はシンデレラノートを作っていこうと思います。シンデレラノートは夢や目標を叶えるために楽しく自分磨きをするためのノートのことですね。作り方のコツとか考え方などもお話ししていきますので、よかったら一緒に作ってみてください。それではスタート。今回はこちらのノートに作っていこうと思います。こちらは海外製品でノートブックセラピーというところが販売しているノートになります。結構ね、前に買っていて 2,3 年前くらいかな。すごく素敵で、使うのがもったいなくて大事に大事にしまい込んでいました。でもね、ずっと使ってみたい気持ちもあって、今回やっとシンデレラノートに使おうと決心しました。かなり厚手の紙で、油性のスタンプを押しても全く裏抜けなしです。ただアルコールマーカーはね、さすがに抜けてしまいました。後ろにポッケもあるので、なんか何か入れるのに便利ですよね。可愛いクリップも入ってました。それでは早速作っていきましょう。今回叶えたい目標を7つのテーマに分けてみました。1つのテーマにつき見開き2ページ使っていきます。例として家族をテーマにした目標を書いていきます。ちなみにタイトルはすべてテプラで作りました。左ページにはなりたいビジョンを書いていきます。やはりね、目から入る情報が一番多いと思うので、フリー画像からいい感じの写真をプリントアウトして理想像を視覚化します。その下には現在の自分と未来の理想の自分を書いていきます。なぜこれを書くのかというと、脳はね、ギャップを感じると自動的にそれを埋めようとする行動をするそうです。頑張って努力して目標を達成するのって、やる気があるっちはいいんですけど、やる気はずっと続かないというか、ちょっとしんどくなる時もあると思うんですね。なので現在と未来のギャップを感じることで、頑張らなくても自動的に行動できるようにという意図があります。はい、こんな感じで完成しました。写真の吹き出しのところには、家族にこう思ってくれてたら嬉しいなとか、自分が家族からこう言われたら嬉しいなと思うことを書きました。次は右ページですね。右ページは年間計画を立てるページにしようと思います。1ページを12分割して、その月にやることをリストアップしていきます。ここでポイントなんですけども、計画を立てるときは未来から逆算して立てるようにします。例えば左ページに理想像を書いたのを見てみると、年に家族旅行に6回行っていると書いてあるので、年に6回旅行に行くとしたら、毎月行くのは体力的にしんどいから格付けにしようとか、そのためのリサーチとか準備はいつからするのかとかを逆算して計画を立てます。これは7つの習慣のうちの1つの終わりを思い描いてから始めるという考え方にもつながっています。とはいえ、未来の予定は変更がつきものだと思うので、気が変わったりとかスケジュール的に無理だなって思ったら、シンデレラノートは何回でも更新して OK です。一度決めたら絶対にやらなきゃいけないなんてことはないです。私は作り直すのが面倒なので、とりあえず未来の予定は付箋で貼っておいて、変更があれば書き直していこうかなと思います。あとは鉛筆とかシャーペンとかフリクションボールペンとか使えば修正は簡単なので、そういうのも使うのもおすすめです。こんな感じで右ページが完成しました。今回使用した文具については概要欄にリンクを貼っておきますので、もし詳しく知りたいものがあればそちらをご覧ください。それでは7つすべて作っていきましょう。ここからは目標ってどうやって設定すればいいのかわからないという方向けに、何かヒントになるようなことをお話ししたいなと思います。目標設定のフレームワークとしてベーシック法というものがあります。これは目標項目と達成水準と期限と達成計画という4つの項目から目標を設定していくものになります。まずは1つ目の目標項目ですね。目標は4つのタイプから選びます。タイプ1、向上、現状よりレベルアップする目標。タイプ2、改善、現状を抱えている問題を改善する目標。タイプ3、維持、今までやってきたことを継続維持する目標。タイプ4、創出、新たなことを生み出す、始めるための目標ですね。目標の種類は上記の4つのどれかに大別されるから、まずはこの中から項目を設定していきましょう。私が書いた家族の例で言うと、旅行の回数を増やしたいとか、もっと子供と遊びたいということなので、タイプ1の向上になるかなと思います。
で、2つ目は達成基準ですね。目標を達成したのかを判断する指標を決めましょう。これは3つのタイプがあります。タイプ1、数値で表す定量的基準ですね。例えば何キロダイエットしたとか、その収入をいくらいくらアップするとかですね。で、タイプ2は状態を表す定性的な基準ですね。例えば英検1級を取得するとか、何々の資格を取るとか、まあ、そういうスキルの習得系とかもここに入ります。で、タイプ3はスケジュールの基準ですね。1月中に何々を完成させるとか、何月までにこれをやるとか、そういったスケジュールの基準になります。で、3つ目ですね。3つ目は期限を決めましょう。長すぎても短すぎても挫折しがちなので、頑張れば達成可能なギリギリがおすすめです。で、最後4つ目ですね。4つ目は達成計画ですね。こちらは年間計画に当たるかなと思います。何をどれくらい、いつまでにが決まれば、そこから逆算して具体的に計画に落とし込みましょう。やりたいこととかなりたい像が明確な場合もこのベーシック法は使えるので、なかなか目標が達成できないなっていう場合はぜひやってみてください。はい、すべてのページが完成したので見ていきましょう。まずは、家族についてのページですね。家族についてこうなったらいいなっていうことを書き出しています。で、次がホーム、ハウスかもしれんけど、お家のことですね。お家関係のことを書きました。夏頃に引っ越す予定があるので、なんかインテリアをちょっと変えたいなとか、そういったことを書いています。で、次がヘルス、健康ですね。ヨガとか自宅で10分ぐらい毎日したいなとか書いたりとか、なんか手作り料理を頑張りたいなってことを書いています。まだ計画立ってないんですけど、こんな感じで書いていこうと思います。で、次がファン、まあ、楽しみということで人生を充実させたい、楽しいことで人生を充実させたいなと思って書いてみました。今はお家にこもりがちなんですけど、まあ、フットワーク軽く出かけて、どんどんね、思い出をたくさん作っていきたいなって思ってます。で、次が YouTube のページですね。で、 YouTube はですね、そんな登録者数とかめちゃくちゃ伸ばしたいっていう願望はないんですけど、面白い動画とか楽しい動画を作ったら自然とついてくるものだと思っているので、まあ、目安ぐらいにして楽しい動画をこれからも作っていきたいなと思います。で、次がインベストメント、投資ですね。まあ、投資関係のこともここに書いて意識して達成していけたらなと思います。まあ、見せられるところはこんな感じですね。で、もうね、1月が終わっちゃってるので、もう1月は計画を立てるってことにしておきました。来年はね、1月中にシンデレラノートを書きたいなと思います。では最後に今回参考にした書籍を2冊紹介します。まずは1冊目はシンデレラノートの作り方ですね。皆様ご存知の手帳の時間さんの著書ですね。今回作ったシンデレラノートは大体はこちらの本を参考にさせていただきました。手帳の時間さんの作例はこんな感じで8つのカテゴリーを一段にしていて、私もね、去年はそれで作ったんですけれども、私の場合ね、ごちゃっとさせすぎて逆に見ても情報が入ってこなくなったので、今回は1カテゴリーずつ作りました。こちらの本は手帳やノートが好きな方にはすごくおすすめの本なので、まだ持っていない方はぜひチェックしてみてください。で、2冊目ですね。こちらは神モチベーションっていう本になります。夫に貸したらカバーがどっか行って腹立たしいですねちなみにね、著者の星さんのサイン入りになってます。こちらの本は手帳や文具には関係ないんですけれども、さっき紹介したギャップモチベーションについて詳しく書かれています。ギャップを感じると脳が勝手に行動したくなるっていうやつですね。目標を達成するのに必死に頑張るのが大事なんじゃなくて、脳が勝手にやる気を出すっていうすごい仕組みがあったりとか、脳科学的なアプローチを面白く書かれていて、とっても読みやすいので、こちらもおすすめです。はい、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもお役に立てばとっても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。